どうも皆さん、工藤でございます。今回も工藤ラジ聞いていただきありがとうございます。今日はですね、先日私が売却したスマホですね、2台 iPhone8 と Galaxy S20 のですね査定額が出ましたので、その話をちょっとしたいなと思います。そして今ですね、その査定額を見て私が、売却しますというふうに返答すれば、もう売却、されて、お金が振り込まれるっていう状態にあるんですけど、査定額、いくらだったのかね、気になりますよね皆さんね。気にならないかな、わかんないけど、結論から言いましょう。私この前の配信で3万円いったらいいなというふうに言ってたと思うんですけど、果たして3万円いったのかいってないのかということですが、結果3万円いきませんでしたはい、3万円にね達しませんでした。はい。今回その2台ねスマホを査定してもらったわけなんですけど、具体的に金額を言いましょうか。もうね、まず iPhone8 ですね。 iPhone8 に関しては思ってたよりも高く買い取っていただけたみたいで、実はね1万円で査定していただきました。結構驚きでしたねこれは。みたいな。てか今回のね査定額、不満の方がちょっと強めではあるんではい、3万円いかなかったってのもあるんだけどね、いかなかったってのもあるし、ちょっとねみたいな、よくわからんなこの査定額みたいなのがあるので、まずその一つ目が iPhone8 が1万円で査定されたということで、なんでみたいな。iPhone8、iPhone だからなのか、わかんないんだけど、おそらく iPhone8 の方が Galaxy S24 よりも前のスマホですよね、多分ね。そうだよね。だって Galaxy S20 だから今年 S24 だから4年前。iPhone8 ってもういつだ出たの？だって今 iPhone15 だっけですよね、今ね。今年16が出るか出ないかって話だし、で考えたらもう iPhone8 の方がだいぶ前のスマホではあるんですけど、しかもですねこの iPhone8 ですね、箱ないんですよ私この前のクドラジで喋んなかったと思うんだけど、 iPhone8 に関しては箱ないんです。 iPhone が入ってた他にもイヤホンが入ってたケースあると思うんですけど、標準のイヤホン、あれ今もうついてこないのかな、わかんないんだけど、最近 iPhone 買ってないからの、そのイヤホンのケースもないし、説明書とかももちろんもろもろないです。だから iPhone 本体と、最初 iPhone 本体だけ送ればいいかなって思ってたんだけど、付属品がないと5% 減額されるとかも書いてたからしゃあねえなと思って、アダプターとか、あとはライトニングケーブル、使わないからねもうね、ライトニングケーブル、だからもうそれも合わせて一緒に、箱はないんだけど梱包して送ったわけなんですよ。だからあまり高い査定は期待できないなと。もともとですね、いくらぐらいで買い取ってもらえるかみたいなやつが見れるページがあって、そこから申し込むんですけど、ですね、全く使用していない、未使用の状態だと1万5000円の買い取りで、使用感が少なく傷はないと1万円、1万円、今回私1万円だったんですけど、で使用感はあるけど目立つ傷はないで9000円、目立つ傷があるで8000円で、難ありで3000円となっております。難ありってのは何なんだろう、画面側面背面に割れひびがある、また正常に動作しない製品、だからほぼジャンク品みたいなものなのかな。でもそれでも3000円で買い取ってくれるということで、今回1万円だったじゃないですかね、私の買い取り額で、私の iPhone ですね、もうこれも話したと思うんだけど、めっちゃ傷ついてます。画面に傷はないんですけど、本体のその側面というかフレーム部分にもうめちゃくちゃ傷ついてます。うん。一回裸でね、運用してた時期があったって話もしてだと思うんですけど、で、2回ぐらい落としたかな。落として、その時についた傷があるので、普通に目立つ傷あるんで、まあ、この流れでいくと8000円ぐらいですよね。うん。で、しかも箱がないんですよ。箱ない。だから付属品が欠けているというか、マニュアルもないし。うん。まあ、もろもろ欠けてるんで、まあ、8000円以下か、みたいな感じで思ってました。なのになぜかわかんないけど1万円っていうね。よくわかりません。だからもう、うん。なんで1万円なのみたいな。うん、で、その査定の詳細を見れるじゃ見れるんですけど、まあ、あれか、そのクーポンなんかだったかな、なんか新規会員登録で1000円アップするっていうキャンペーンがあって、で、それでまあ1000円上がってるっていうのもあるのかな。ただ、C ランクらしいです。画面に傷あった私が見えてなかっただけかな。よく見るとあるのかな、やっぱね。うん、ずっと使ってたから。しかも保護フィルム貼ってないんですよ。iPhone8 実は。うん。まあ裸で使ってたのもあるし。あ、そうだ。途中からなんでケースつけたか思い出した、今。うん。さっき言ったように、一時期その iPhone 裸で使ってたんですよ。保護フィルムなし、ケースなし。で、使ってたんだけど、なんで急にその iPhone にケースつけたかっていうと、iPhone8 ってマグセーフ対応してないんですよ。もう古いからね。マグセーフは確かね、iPhone11 とかからじゃなかったかな。確か。なので、まあそれまでの古い iPhone はマグセーフついてなくて、どうにかしてそのマグセーフ対応させたいってことで、透明なね、安い Amazon で買ったケースにマグセーフのリングをね、つけたんですよ。iPhone 本体に貼るわけにはいかないから、だからケースをつけたんですね。思い出した。今喋ってて思い出したわ。うん。まあなんですけども、もともと傷がついてたということで、まあ画面にも傷がついてたっぽいですね。背面に傷あったかな？いやなんかね、この査定ちょっと気に食わないっちゃ気に食わないんだよね。だからね。まあ思ってたよりも高く買い取ってくれてるみたいなんで、iPhone に関しては。うん。この言い方をすると、この後に話す Galaxy S20 がどうなったかっていうね、ところは、皆さんなんとなく察しがつくと思いますけど、はい。まあ、画面、フレーム、背面に傷がついてて C ランクだけど、で、かつね、付属品が欠品してたと。はい。まあ、これはわかると。で、これも減額されてるらしい。うん。減額されて1万円なんだとかね。まあ、キャンペーンがあるからなのかな。うん。で、あとね、バッテリーの最大容量っていうのが 79% 以下になってたから減額させていただくと。ね、これ書いとけって感じじゃない？うん。そんなことどこにも書いてなくねみたいな。なんかね、この辺がちょっとね、ずるいなって思った。今回、このイオシスさん使わせてもらったんですけど。うん。なんかその iPhone の設定からバッテリーの状態と充電っていうところから最大容量っていうところに行って表示ができるらしいんですよ。うん。で、新品時と比較したバッテリー容量の基準であって、まあ、充電することで回復できるものではないと。その売却するときに充電を満タンにしてったから、このやつを逃れられるとかそういうことじゃないと。もうバッテリーの消耗がまあ激しくて、もういくら最大に充電したところでももう 79% 以下になってしまうと、うん、いうことで、まあ、減額させていただくってことに書いてあって、いや、もっと書いとけそういうのみたいな。全然バッテリー云々のこと書いてないじゃんみたいな風にはちょっと思いました。ちょっとずるいなという風に感じましたね。はい。って感じかな。まあそういうもろもろも込みで、1万円となったみたいです。結構このキャンペーンとか、その新規会員登録の1000円アップがなんかうまくプラマイゼロというか、うん、働いてくれた気がしますね。なんかこの感じ見ると、うん、で次問題のってもう言っちゃいますけど、はい、問題の、Galaxy S20 ですね。はい。あ、ちなみにiPhone8 の方はまあ iPhone なんで、SIM フリーですかね。うん。で Galaxy の方も、SIM ロック解除してあります。端末的にはドコモのものなんですけど、 SIM ロックは解除して送り届けてます。はい。で、問題の Galaxy ですね。ドコモ Galaxy S20、5G の SC51A コスミックグレーか、うん、です。さあいくらになったのかと言いますと、1万1000円1万1000円でございます。はい。ちょっと驚きなんだよね、これがね。うん。さっき iPhone8 1万円って言ったじゃないですか。まさかのiPhone8、古い iPhone8 の方と比較して1000円しか違わないっていう、まあ驚きですよね。まあ iPhone8 の方はキャンペーンとかもろもろ込みであることを考えると、まあしょうがないのかなっていうのもありますけど、にしてもみたいな、ちょっとね、ここが不満というか。でしかもなんつうの、査定の詳細見れるって言ったんですけど、Galaxy の方に関してはね、なんか下記内容により通常中古買取価格付加査定とさせていただきますって書いてあるんですけど、書き内容がねないんですよ。ないわけじゃないんだけど、なんか通常中古買取価格でのご案内をできかねますが、状態は比較的良好でございましたので、できうる限りの査定価格にてご案内させていただきました。ご勘案いただけますと幸いです。で、各種キャンペーン、増額チケットなどは適用対象外となります。ご了承くださいと書いてあるんですけど、いやだから書き内容ってどういうことみたいな、書いてないじゃんみたいな。さっきの iPhone みたいにその傷があるとかさ、バッテリーがなんかもう最大容量がなんかダメとか、付属品がないとか、まあ、そういう理由書いてあるならわかるんだけど、これ書いてないんですよ。うん。査定内容書いてないし、はみたいな。でそれで1万1000円はみたいな。ね。みたいな。ちょっと どうなのこれみたいな。なんか理由全然書いてないのに、なんか安く下取りさせられて、うん。みたいな。だって、その、ページ、その買い取りのページに行って、Galaxy の今回の私のね、S20 のコズミックグレー、SIM ロック解除済みで、あとね、なんかネットワーク利用制限って言って、要はお金を全部もう端末で支払いしてますかみたいな。支払いが滞ると、なんかネットワーク制限っていうのがかかるらしくて、まあ、支払いは全部済んでますかみたいなのがあるんですけど、それももう当然済んでると。で、使用してない、未使用品だと3万2000円の買い取り。使用感が少なく傷はないと2万8000円。使用感はあるが目立つ傷はないで2万5000円なんですよ。で、目立つ傷があると1万9000円。難ありだと5000円になるんですけど、なんで1万円、1000円なの？意味わからんくない？うん。まあ、金額で言うと、だから目立つ傷があると難ありの間ですよね。ちょっと謎なんですよね。Galaxy に関しては、もう箱あります。はい。もろもろ付属品は全部入れました。イヤホン、付属の、アーカーゲーかな？アーカーゲーのイヤホンとか、あとはケーブル、USB-C のケーブル、あとなんだ、あとまあマニュアルとかその辺も全部詰め込んで送りました。なのにこの金額っていうのが、まあ、ちょっと気に食わないんですよね。うん。もうはっきり言いますけど、はっきり言うけど気に食わないです。まあだから買い取りしないっていう風にできるんですけど、今回ねまだその買い取りっていうか、そのなんだ許可っていうのかな、査定に、承諾か、査定を承諾するっていうのをまだしてないんですけど、査定承諾するか迷ったんですよね。だからね、まあ iPhone の方は高く買い取ってくれてる、まあ、キャンペーン込みでね、だからまあ承諾でもいいかなって思ったんですけど、Galaxy ちょっと安すぎねえかと。これ嘘やんみたいな。表示されてる金額じゃないじゃん全然みたいな。で理由もないっていうね。理由もなしになんか勝手になんかさ、安く買い取られてしまったっていう感じで、まあ承諾しなきゃいいだけの話なんだけど、でもさ、承諾しなかったとして iPhone じゃない、Galaxy 返ってくるわけじゃないですか、手元に。めんどくせえよな、もうな、もう。いや、だからそれどうするっていう。思って、で、ちょっと調べて、サムスンのね、下取りでいくらぐらいかなって調べたんですよ。うん。まあ、今回そのイオシスの方がキャンペーンやってたりして、まあ、高く買い取ってくれるってことだからイオシスさんを選んで、サムスンのね、公式の下取りをしないというふうにしたんですけど、サムスンの下取りでいくらぐらいかなって調べたら、12,800 円だったかな。確か。うん。まあね、まあ、キャリアとかその、メーカーの下取りって結構安いんですよ。うん、予想はしてたけど。まあ、12,800 円なんで、まあ、そんなに変わんない。うん。プラス1,200、800円。あ、違う、1,200 円。さっき私なんて言った ?12,800 円。合ってる？だから、1,800 円かな？うん。1,800 円か。うん。の差しかないと。それを、その1,000円ちょっと、1,800 円のためにわざわざ送り返してもらって、今度またその、送る手間、うん、集荷してもらうとか、自分で荷物持っていくとかね、の手間考えたら、めんどくせーと思って。で、やっぱ一番ね、高く、その、まあ、売りたい。売却したい場合はね、やっぱそのフリマとかの方がいいなって、今回やっぱ改めて感じました。うん。まあ、利用したことないわけじゃないんですよ、私。フリマね。ただやっぱ、その売れないっていう可能性も当然、まああり得るし、フリマの場合。うん。あるし、あとその発送の手続きがちょっと面倒っていう。うん、自分で持っていかなきゃいけないっていうのもあって、ちょっとめんどくさがっちゃったんですよね。だから、まあ、今回イオシスさんが高く買い取ってくれるんだったらそっちでいいかなって思ったんですけど、まあ、今回のやつを見る感じ、まあ、次回利用するとしたら、今私が使ってる Galaxy の S24、ね、今年出たばっかの新しいスマホありますけど、まあ、来年、再来年、まあ、1年間か2年間使って、まあ、新しい Galaxy に乗り換えようとなった場合に、この古くなった Galaxy S24 をね、まあ売却下取りしたいとなると思うんですけど、次イオシスさんでまた頼みたいかって言われると、頼まないかもなっていう感じはしちゃいました。まあ査定ね、まあ査定がなんだろう、まあこの理由でこうなっていうのが分かるんだったらいいんだけど、理由書いてねえしさ、ギャラクシーに関しては本当にそこだけがねマジで不満なんだよね。ちゃんと書いてっていう。iPhone はちゃんとしっかり書いてくれたのに、なんで Galaxy の方はなんかほわっとしたような、なんか中古買取価格付加査定ってなんでみたいな、何その付加査定って、別に壊れてねえぞみたいなね。壊れてもないし、なんだったら iPhone より傷もついてないんだよ。だって傷もついてない。まあ、画面の、標準でね、もう保護フィルムがついてるんですよ、昔の Galaxy なんで。まあ、保護フィルムもついてて、多分保護フィルムには傷はちょっとついてるとは思うんですけど、まあそのぐらい、iPhone 以上にフレームに傷がついたりってこともないので、なんでなんだろうって思って、本当に。だから傷がね、仮についてたとしてもよ。ついてたとしても、目立つ傷があるで、買取価格19,000円って書いてますから。まあ、その付属品がね、かけると 5% 減額されますとは書いてるけど、付属品全部入れたし、目立つ傷があっても19,000円。で、最低買取保証金額18,000円って書いてて、嘘やんみたいな。嘘じゃんみたいなね。いうふうにはちょっと感じましたね。よしさん、これ聞いてくれてるかわかんないけど、まあ聞いてないと思うけど、まあそういうちょっと印象を受けました、私は。はい。まあですので、ちょっとね、皆さんにおすすめできるかと言われると、やっぱね、自分でフリマで売った方が高く売れますね。まあ売り値にもよるとは思うんですけど、はい。まあそういうフリマとかで慣れてる人はね、絶対そっちの方がいいと思います。私もちょっと次回はちょっとね、どのプラットフォームを使うかはまだ分かんないですけど、フリマで売った方がいいなと思いました。はい。まあ、ちょっとね、手間ですけどね、もちろん自分でその、なんか、スマホの写真とか箱の状態とかさ、撮って、購入したい人がなんかね、見るときに購入したくなるようにね、ちゃんと文章を書いたりとかしなきゃいけないんで、まあ、ちょっと面倒っちゃ面倒ですけど、でもまあ、普通に買い取りしてもらうよりは高く、買ってもらえるんじゃないかなと思います。はい。そんな感じですごめんなさいね、本当ちょっと愚痴っぽくなってしまって。まあでもしょうがないよね。だって、いや、ちゃんと理由書いてくれたんならわかんないよ。本当に何度も言うけど。ちゃんと理由書いて、ギャラクシーの方に関しては。マジで。なんでこの金額なのかっていうのをちゃんと書いてくれないと、納得できないじゃないですか、やっぱ。まあ今回はもう、まあなんか、ヨッシーさんに頼んだ、ね、私が悪いというか、なんていうかね、もう、正直もうめんどくさい。いや、その時間がもったいないというか、仮にね、これで別のとこで、フリマとかでね、2万円とか2万5千円で、売れました、売れるんですよってなったとして、もう、ぶっちゃけもう、その手続きがもうめんどくさい。もう、早く手放したいっていう気持ちで手放したところもあるんで、もうちょっと今回は、私の落ち度というか、いい経験になったと。勉強させてもらったという意味も込めて、このままヨシスさんで、承諾 しようかなとは思ってますけど、次回以降はちょっと考えようかなと思ってます。皆さんもね、ぜひ、iPhone というか、スマホとかね、売却するってなるときは、あまり時間かけるのもね、時間もったいないし、軽くもうね、パッて頼んで取りに来てもらってもう送り届けるだけなんで、すごく簡単ではあるんですけど、結構その謎の査定がね、あったりするので、ちょっとよく考えて、こういうイオシスさんとか、他にもなんかゲオとかもやってんのかな、そういう買い取り。だからそういうのをなんていうか利用するのもありだとは思うけど、めんどくさい人はね、私みたいに、ただなるべく高く買い取ってほしいんだったら、やっぱフリマとかの方が、おすすめなのかなっていう気はしました。はい。もちろんフリマの方は、売れないっていう可能性ももちろんあるし、ね、一手間かかるっていうのはあるんですけどね。どちらを選ぶかは人それぞれってところかな。はい、私はちょっと次回はこの Galaxy S24 に関してはちょっとフリマで売ろうかなと考えてます。はい、というわけで、参考になったかな、わかんないですけど、ちょっと私の愚痴をただ聞いてもらっただけになってるかもしれませんけど、でも本当こうやってくだらじでね、みんなにちょっと聞いてもらうでもしない限り、なんかモヤモヤ消えないんですよ、やっぱ。なんでこれ1万1000なんだよクソがーって思っちゃいますよね、やっぱね。買取最低保証金額1万8000円。傷があっても1万8000円って書いてるくせに、なんで1万1000円なんだよって、ちょっと思う、この、なんか怒りというか、なんというか、をね、なんか少しでも和らげるために、こうやって皆さんに、聞いてもらえたらいいなと。ちょっとストレス発散、ギャツ当たり。みたいな感じになっちゃってますけど、はい。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。今回もくだらじ聞いていただき誠にありがとうございました。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。